実はこの人、最強ボートレーサー。丸顔がチャームポイント。あ、かわいいだけじゃない、実力は女性レーサーの中でもトップクラスで、ファンをとても大事にするレーサー。ボートレーサーである母の大山ひろみ選手に憧れてレーサーになった。2016年赤松で1号艇の母をまくって初勝利。その後の水神祭も母と行い、とても感動的な式典だったのは知ってるかな。2017年、地元福岡で初優勝。2019年には PG1 レディースチャンピオンに初出場ながらも初優勝。23歳6ヶ月での優勝は史上最年少の記録だった。でも意外と恐竜が大好き。